アラン・ル・プレストはフランス出身の歌手。しゃがれた声が特徴で、20世紀のアルチュール・ランボー、最後の酔いどれ詩人と称されることもあった。1954年に生まれる。父親は差し物詩だった。1971年から自身で詩を書くようになり、1981年に詩集トララ・ユルレットを発表。教職を経験後、パリへ出る。 1983年、ジュリエット・グレコが、ルプレストの曲、レプル・オーバーを取り上げたほか、イザベル・オーブレなどのベテラン歌手から楽曲を取り上げて、もらうようになると、1985年には、音楽イベント、プランタン・ド・ブール・ジュへ出演。1986年にデビューアルバム、メックをリリースした。1990年、サラバ・レーベルの創設者、ピエール・バルーと出会い、 1992年にサラは、レーベルからアコーディオン奏者のリシャール・ガリアーノと共演したアルバムボーチェ・エーマノを発表。この作品は、発売翌年にアカデミー・シャルル・クログランプリを受賞。1995年2月20日、オランピア劇場で公演を行う。2000年代には脳腫瘍が見つかり、肺がんも発症したが、音楽活動を再開し、 2008年には、アルバム、コム・オー・ロング・フォン・デュ・レ・バンク・イッシズを発表した。2011年7月、音楽と芸術の祭典、フェスティバル・ジーン・ファラットにメインゲストとして出演。その翌月に、アルデシュ・ケン・アンシュル・ボラーヌで自殺した。ありがとうございます。